アロハエブリワン、ハワイのアマカタイバンです。今日はイースターですね。当初トランプ大統領が今日あたりで、自宅待機を解除して普通の生活に戻りたいって言ってた日ですけど、やっぱり全然ダメでしたね。ただアメリカでは今50州中42州がステイホームオーダー、自宅待機してまして、どうやらその効果が現れつつあるようです。ニューヨークでもカーブがだんだんこうフラットにしてるようですし、当初見積もられた死者の数が10万から24万だっていう数字が、今もしかしたら6万ぐらいに抑えられるんじゃないか。これもみんなアメリカ市民が本当一致団結して自宅待機して、医療関係の人にあまり迷惑かからないように頑張ってる成果が出てると言えるかと思います。このチャンネルでもハワイのピークは5月ぐらいっていうふうに言ってたんですけど、そのフォーキャストも実はちょっと変わってきてて、昨日の時点ではハワイは今486人感染で、昨日残念ながら9人目の死者が出ちゃったんですけど、当初5月中旬ぐらいにもホスピタリゼーション、入院患者数のピークが来るんじゃないかって言われてたんですが、実はこの数字を見ると、これは IHME というサイトの数字なんですけど、ハワイのピークは4月16日、4日後ですね。感染者数と、入院患者数のピークがここに来ると。ハワイでは、ベッドの数が956床あってですね、そのうち260使用されるだろうと。ICU はなんとハワイには45床しかない。それがピーク時48床必要になると。ここで一時的に不足が発生すると言われています。で、死者の数ですね、最大1日数の数が最大化するのが、17日、5日後ですね。1日で6名亡くなられるというフォーキャストです。で、トータルがですね、8月までに101名の方が亡くなられるんではないかというプロジェクションです。ただこれ見ると最後の死者は5月の頭、でそれ以来は死者は出ないんじゃないかっていうふうに言われてますが、思ったよりも被害が食い止められるんではないかっていう数字に変わっていることがお分かりになるかと思います。今のところ外出禁止令は4月の31かな、までなんで、あと3週間ぐらいあるんですけど、そこででも解放するっていうのもちょっと難しいかと思います。早く開けすぎちゃうと、またセカンドウェーブで感染者数が増えてしまうっていう恐れがあるみたいなので、ちょっと5月ぐらいまではきついんじゃないかなって思ってますね。あとはいかにその検査数を上げていかないと、ハワイにまた観光客の方が戻ってくるような体制はちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに感じてます。まずはね、でもローカルの住民の人たちの、感染者数を抑えることで医療崩壊を避けるっていう、この方向性は合ってると思うし、知事とかの行動も早くて、ハワイは、幸い、そんなに、被害者数が増えてないのかなというふうに思ってます。日本でも緊急事態宣言ですか、発令されたようで、大変な、辛抱を、されている方が多いと思いますけれども、辛抱の先には必ず、トンネルの先には明るい光が、見えてくると思いますので、ハワイ、日本と共に一緒に頑張っていきましょう。それでは、Until next time, アロハ。